綺麗なホンダの車が止まっています。ここに車があるということは、この島は対岸とは橋とつながっているようです。雰囲気を出すために渡し船に乗っての移動可能です。テーブルが落ちちゃった。あちこちから乗るんだ、あちこちから乗るんだって。個人で旅行来たら、こんなの絶対乗らんの。これ、漕ぐのも大変だね。だから、休憩しながら漕がんと。結構重労働なんだよ。こっちで一緒できるんだ。今回のベトナムツアーについて少々お話ししたいと思います。11月1日に那覇空港を出発予定のツアーでしたが、折からの2つの台風襲来で直前まで旅行の開催が危ぶまれていました。私が那覇空港の集合場所に行くと、ベトナムツアーの参加者は私を含めてたったの8人でした。ツアーはだいたい20人くらいの団体が多いんですが、こんな少人数のツアーは私は初めての経験でした。すごいね。おそらく台風の影響を恐れた人たちが直前でツアー旅行をキャンセルしたのかもしれません。しかし結果、この8人のツアーは私にとってとても良いツアーになりました。ツアーの人数が20人程度の場合、3泊4日の旅だったとしても、私は他人とほとんど会話しないんです。少し話したいと思うこともありますが、挨拶程度で終わってしまいます。ところが今回は参加者が少人数でしたから、自然と話が弾むことになりました。毎回8人が一つのテーブルを囲んで食事をしたり、観光地を回りますから、徐々に相手が親戚の人のような感覚になっていきます。結局何が言いたいのか、そこです。次にその点を解説します。私は時々旅行会社のバックツアーに参加します。その度に旅が終わるとツアーの様子を動画にして YouTube にアップしています。その場合誰に見せるのが目的かというと、
私の YouTube をいつも見てくれている視聴者さんが対象です。先にも言いましたように、普段の団体旅行ではあまり他人と親しく話もしませんから、私が YouTube をしていることは誰にも言いませんでした。ところがです、今回のツアーではなんとなく皆さん全員とお話をして、なんとなく親しくなったので、今回のベトナムツアーの様子を動画にまとめるので見てくださいとツアーの人たちに宣言したんです。私のベトナム動画を見て楽しかったベトナムの旅を振り返ってほしいと思いました。ネット上にあるアルバム的な見方をしてほしいと考えたんです。今までのように旅に出た私の個人的な欲求から動画を上げるのではなくて、一緒に旅した仲間たちに動画を届けることが目的になりました。追伸。今回の旅で私は相手の個人情報を一つも聞いていませんでした。住所も名前もいろいろ何も知らないんですが、私の YouTube を通して相手とつながるとしたら、なんか変なこと、変な時代になったと感じています。あ、本当だ、大きい子に来てる、大きい子に来てる、すごい、本当に支流だったんだ。ここでボートから降りて渡し船に乗り換えます。今手を振っていた青年、すごいです。これだけの人数を乗せて高速で船を漕ぎ切りました。私は昔ハーリー船競争に出たことがありますが、貝を使って水を漕ぐのは5分も持ちませんから、あの青年は相当の力仕事をしていたと思います。ボートの漕ぎ手には高齢者の男性や高齢のご婦人もいましたから、どうなっているんでしょうね。メコン川クルーズ、ジャングルクルーズはとても楽しかったです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。